サンカンディドは、イタリア共和国トレンティーのアルトアディジェ州、ボルツァーノ自治県にある人口約3300人の基礎自治体。オーストリア領東チロルとの境界に位置するコムーネで、鉄道と道路が国境を越える。ボルツァーノ自治県東部、アルタプステリア地方のコムーネで、オーストリアとの国境に位置する。ブルーニコから、東南東へ、約メートル、ディエンツから、西南西へ、 約3 8ル、ケントボルツアーノから東北東へ約7 5トル、州とトレントから北東へ約1 1 5トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の AT-7 はオーストリアチロル州所属を示す。サンカンリドとドッビアーコの間にアルプスの分水海があり、その東に位置するサンカンリドはドナウ川の修正域となっている。 町内に源を発するドラーバ川はドナウ川の支流である。市街の南方にはバランチ山、ハウノルド山をはじめとするハウノルド山群の山々がそびえる。この山地はドロミテ山地の一角にあたる。パノラマ山カンディド修道院発生域にサンカンディド修道院が建設された。当時、この地域はフライジングの主教領に含まれていた。 修道院そのものは1785年に閉鎖された。1691年にはフランシスコ会の修道院が建設され、こちらは現在も存続している。1803年の帝国代表社会議主要決議により、フライジング市協領の世俗化が行われ、この地域はチロル伯領に含まれることとなった。第一次世界大戦後の1919 19年に、 結ばれたサンジェルマン条約により、イタリア王国領となった。サンカンディドには、以下の分離集落がある。ボルツァーノ自治権が設けた、行政区画コムニタコンデンスリールでは、バルプステリア、プスタータールに属する。2011年に行われた、住民がドイツ語、イタリア語、ラディン語のいずれの、言語集団に属するかの調査によれば、住民の約85%がドイツ語話者であり、 イタリア語話者も約15%いる。サンカンディド駅イタリアの鉄道路線は、サンカンディド駅でオーストリア国鉄ドラウ国線と接続する。サンカンディドの市街を貫いて東西に SS49 号線、バルプステリア街道が走る。SS49 号線は、プラートアル・ラドラバにおいて、オーストリア国道 B100 号線に接続し、東にリエンツに至る。 SS49 号線からは東南に SS52 号線が分かれる。SS52 号線はセストからカドーレガニを経由しカルニア地方に至る。ありがとうございます。